はい、皆さんこんにちは、しょうじゅです。今日はですね、ルート2号パー沿いにある、廃墟ラブホーパート2になります。では、今日も、今日は実は僕の誕生日なんです。それで、いつも通りとし君と一緒に来ました。ではちょっと、中の方を、ちょっと見てみましょう。ちょっと今は、入り口の前にいますね。はい、では行きます。はい、とし君ね、はい、ではゆっくり歩いてください。ゆっくりしてみてください。あ、なんかね、ちょっとすごい。これ今入り口入ったんですけど、まず、こう絵が書いてありますね。バンクシーと。下はこのようになんかすごく荒れてます。で、まあこれが、車が入ってくるところの駐車場かな。ね、何でくらい？こういうとこ来るときは足元を気をつけないと、こういう靴とかね、こういうガラスとかたくさんあるもんで、じゃあちょっと歩いていきましょう。うわ、上、全室同一料金って書いてある。今日は結構風が強いんですけど、今この部屋の中に入ったもんで、風の音は聞こえないと思います。はい、うわ、この壁画。あ、これなんかあれやな。誰かが書いたな。めちゃくちゃうまいじゃん。うまい。岐阜県って書いたな。プレバトルで出るぐらいな実力が横も。あ、こっちも左側もそうですね。これ左側です。はい、あれ？うわ、これ危ない。あ、下に、蓋のないマンホール、うわ、ガラスが散乱してます。うわ、あ、これ車止めたらもうすぐ入り口、あ、ホテル内の入り口なんだ。あ、もう2万だ。うわ、この横も付けよ。この横も多分全部あれ、これも、敵にもオールオッケー。誰がこんなの書いたのかな。うわ、こっちのこっち全部壁の壁が全部そうですね。誰かが書いてます。これすげえ。こういうのってあれね、スプレーアートでね、なんかあれエロやね。まああれはちょっと写さんとこ。あ、ここ怖えぞ。なんか 目みたいな壁が。うわ、下はこのようにちょっと、まあ散乱してますね。わあ、蜘蛛の巣がすごいです。こっちの部屋、車の止めるとこなんですけど、わあ、ここもなんかアート系の、こう扉開いとるね。ちょっと後でちょっと侵入してみましょうか。一応ここの、順番にちょっと行ってます。はい、ここあれやな、トシ君、そこ開いとる。後で入ってみる。扉開いとるやろ。で、まあこっちもなんか、電線っていうか、あと瓦みたいなやつがたくさん落ちてます。で、これは一番左になりますね、ホテルの。ここは、ね、見て。ほぼペイントしたな。ペイントアートやね。あ、ここもでかい蜘蛛の巣があって。わあ、すげえな、ペイントが。で、まあこっちは一応今、外周はこんな風になってますよという形で。周りから見渡す。うわ、これ、この壁画。
いや、これ、あ、これ以上だ。ズームはできるこれか。広角はできるのだ。で、ここも一応あれな、部屋やな。うわ、これも全部あったんだ。すげえ壁画と。下はこのように散乱してます。ここだけなの？うわ、この辺などもう草がボーボー、草がボーボー。あ、トシ君先に行っちゃった。トシ君が映っとるよ。ん？70分19%。やす、え？70分なんかすぐやね。素泊まりで39%か。ちなみにこれは聞こえるのは休憩でも、ああ休憩でも。素泊まりで39%やったら安い方やな。休憩じゃない。あ、反対側もあれか。これ。こっち側が南側なんですけど、こっちもすごいね、壁側とか。あれ、あれ、ブルじゃないの？どうか。あ、どうか。なんか恐竜みてな、怪獣みてな。なんかクッキーがよ、あのプレバダでよう描いてる壁画アートチケーゾ。あ、これもすげえ。うわ、でもこれ描いた人がもしあの、うん、こういう壁画のプロやったら、うん、それで、うん、商店街を活性化させることはね、シャッター街のね、上手で、うん、できますよ。MUO 全部でね、全部いろんな。ここはもう木が台風かなんかで木が倒れて、もう、うん、すぐ燃えるような状態な感じの木です。あ、次のところはちょっとこの草がすごいです。うわ、うわ、草が。こっちの壁も全部。とち君がこっちの壁持って言ったらちょっと後ろの方を一応、はい。あ、これが真後ろの壁ですね。これ全部このアートスプレーアートです。はい。どうか。うん。始めたここで。いや、あるわけねえやろ。で、これが、あ、これもだ。ちょっと影になってるから見にくいかな。あれ、これはね。こんな感じで。ここ結構部屋数あるよ、これ。1,2,3 とりあえずあれか、うん、2階と3階があれやな、多分止まったりするところね。これ多分ここが下気をつけて、ここがなんかあれかな、従業員の車置くことかな。うわ、ほんと下はほんとマンホールの蓋が全部あります。あ、こっちはあるけど、ほとんどこれも下危ねえ。いや、え、何これ。あ、一応マンホールの中あるか。あ、これもスプレーアートすごいです。はい、手前にもう草ぼうぼう。ほほ、あ、トシ君が、あ、これ下見てあるかな、おめえ結構あれやぞ、マンホールねえの多いぞ。多いよ、なんか危ねえ、うん、下見て。こっちもなんか変わった、このスプレーアート。うわか、こんな上まで描くの。これ今ここにいるんですけど、この上ここまで描いてます。はい、すげえ。まあ戸が開けたのは多分虫対策じゃねえちゃうかな。虫とかあの、うん、台風とか来た時に風が通り抜けやすいように。うわ、これ左側ですけど、うわ、なんじゃろこれ左、これ歯やな、なんか歯がいっぱいかわーって。あれ、このか、これなんか顔、やっぱりなんか、うん、クッキーの絵に近いな。あれ多分描いた人やろ。あ、これ描いた人の名前か。コズオンって書いてね。こっち、あ、こっちもそう。 X なんと XT されちゃう。チャップの落下に注意。天井はこのように、この辺全部割れてます。上やっぱ
で下はもうその天井のがれきが散乱。うわうわ、これはすごいですな。前回はの時はあの別のすぐそばのホテルだって言ったけど、ちょっとあのさっきのさっきの空いたところちょっと降り入ってみる。あ、じゃあトシ君がちょっと今入ってくみたいで、入れんやろ。あれ？入れる？うん？わあ、いや、え、これ部屋じゃないよ。通路、通路。通路。ああ、真っ暗け。まあ下だけちょっと映しておこうか。なんか壁が、うん。あと天井も、もう天井の瓦礫がもう下にこのようになってます。通路やね。うん。これを向こうの方やと、うん。向こうの出口にはあの扉開いた部屋あるじゃん。あそこが見えるで。あ、ほんじゃまああそこの開いとる部屋行っても、うん、結局はこの通路にぶち当たるから一緒のことになるんじゃない？どうしよう。だからあれ通路のとこに階段があって、ああそうか、で上に上がるのか。また、うん、北の方に来ました、はい、さっきの入ってみようというところはここです。ではちょっと見てみましょう。まあ入り口なんかコースがまたドドドっていっぱい、まあ足元気をつけたらこういうところは、うん、うん、今一歩天井はもう完全にもう割れて、このように足元は、うん、この天井のカスですね、バラバラになってます。はい、うわ、あれ台所ね、この空あれ、あ、部屋じゃない、うわ暗いで多分動画はちょっと無理っぽい。台所にはなかったかな。あ、いいよいいよ、今回この辺にしていこう、うん、早めに出よう。やっぱり廃墟っていうのは怖いやつだね。ではちょっと入り口の方に向かっていきます。ちょっと入り口の方はちょっと風が強いので、あれですね、足元に気をつけてと。これまっすぐ行っちゃうとまたマンホールの穴に入っちゃうから。ああ、なんかね、前回の廃墟ホテルもそうですけど、こういった車のタイヤがなんか置いてあるんですよね。誰かが不法投棄したのか。ああ、これダブルベッド、ダブルベッドになんか文字が書いてあります。うわ、何年に潰れたか、その辺は、うん、前回行った廃墟ホテルは3年前に廃墟になったみたいで、こっちはもっと古いと思います。10年ぐらいは過ぎとるかな。で、まあ、まあ僕んたが入ってきたところがここの扉ですんで、では一旦カメラを置きまして、はい、皆さんいかがだったでしょうか。廃墟ホテル、今回は所住の廃墟ホテルパート2をやりました。では、またいろいろこういう、まあ、廃墟巡りもしたいと思いますし、あとその何かな、霊気を逃がすために、まあ、神社回りとかもしていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。所住でした。またね。ゲッツ。